ゲストの人みんなに受付の時に小瓶を持ってもらう、うん、で、で、まあ、それが60個、うん、あの机に並んで、うん、今日の良き日にご神前においてめでたく結婚式を挙げることもできました。今後は互いに向き親しみつつ夫婦の道を守り家を治めて立派な社会人となることもできますよう最善の努力をいたしますことをここに包みお誓い申し上げます。小西秀則、妹でした。平成27年3月7日And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only 皆様に春の香りを感じていただきたく、たくさんのお花を2人でご用意させていただきました。少し早い春にはなりますけど、皆さんで限られた時間ではございますが楽しんでいただけたらなと思っております。ヒデさん、はるかちゃん、ご結婚おめでとうございます。2003年に結婚させていただきまして、その時にリングアナウンサーばりの口調で余興を盛り上げていただいたのがあすこのヒデくんでございました。何をしても可愛いところとはるかちゃんのことを言ってるヒデの姿を見て12年間何かこう非常に感慨深いものがありました。本当におめでとうございます。優しくてうちらに怒ったことは一度もないくらい気を使う人です。その分ヒデさんに当たっちゃったりすると思いますが、はるかが怒ってもヒデさんはいつも優しいと聞いています。これからもはるかが気を許し落ち着くことができる場所を作ってあげてください。二人の幸せを心から願い、私たちのお祝いの言葉に変えさせていただきます。 You are the only exceptionこれから私はお父さんとお母さんが築いてきたように賑やかで楽しい家庭を秀則さんと2人で作っていきたいと思います。